この絵集まろ。この絵集まろ。この絵集まろ。文久三年六月二十六日。八百六十三年八月十日。明治三十七年。年1九百四年一月一日は。明治時代後期の家族、政治家。号は、霞山。この絵家はご設計筆頭の家柄で、公爵。第三代貴族院議長。第七代学習院委員長。帝国教育会所大会長。 本性は藤原。文久三年、1863年旧暦6月26日、左大臣、この枝田田房と島津成明娘、実は幼女で島津久市長の娘、定期の長男として京都に生まれた。ただし、父が明治六年、1873年に家督を継がない、まま35歳の若さで病没したために、 祖父のこの江忠だの養子という形で家督を相続した文献によって、忠弘六尾と記しているものもある。明治十二年、1879年に大学予備門に入学したが、病を得て退学を余儀なくされた。以後は和漢に加え英語を独学で勉強する。明治十七年、1884年、家族霊の制定に伴い公爵に除せられる。 翌明治十八年、1885年に、ドイツ・フランスの両国に、相次いで渡り、ボン大学、ライプチヒ大学に学んだ。明治二十三年、1890年に帰国し、貴族院議員となる。明治二十八年、1895年には、学習委員委員長となり、家族の指定の教育に力を注いだ。集まは、自らの地位や身分とそれが、社会の中で、 どのような姿であるべきかを深く自覚していた。ヨーロッパの貴族社会を参考に、近代日本においても、社会的に優越した立場にある家族が単に、公の反定として存在するのだけではなく、政治や社会福祉などのより広範な分野で、地位相応の役割を果たす義務を負うべきであること、ノブレス・オブリージュを早くから考えていたのである。そうした見地から、 学習院院長としては学習院が高い水準の教育機関である要素の組織を整備し、そのために必要な財源の確保と財務のあり方を確立することに尽力した。その学習院で学んだ家族の指定が、やがては日本を支え、日本を世界に代表するような外交官や陸海軍人になることを望んだのである。区下の中でも最高の価格を持つご設計筆頭のこの家の当主で、 ある厚まは、その出自とは裏腹に率直で幸福な人となりで知られていた。貴族院の公爵議員として政治の世界に入った厚まは、明治23年に貴族院の院内会派として同志会を結成し、翌24年、1891年に三洋会と、会唱、同年に月洋会も設立して同志を募った。月洋会は、しばらくして、 自然消滅に向かったが、厚まは同じく御設計出身の二条元広らと共に、三妖怪に属し、谷立旗が結成した、今和会と共同歩調を取り木属員で政治活動を行った。後に三妖怪が衰退すると、朝日クラブと合併、同じく活動が定調になった、今和会とも合併し、新たに結成した土妖怪に移り活動を続けていった。 明治25年、1892年から明治36年、1903年まで貴族院議長の要職を担ったが、当時の反発政府には常に批判的な立場を取り続けた。第一次、松方内閣が河山助則海軍大臣の万有演説を回って紛糾し空転した衆議院を初めて解散して行われた第2回総選挙では、 品川矢次郎内務大臣が中心となっていった、極めて大規模かつ徹底し選挙干渉の結果、弾圧された民党側に死者25名、負傷者388名を出すという空前の惨事になったが、厚まろはこれをうやむやにすることを決して許さず、政府の姿勢を絶望鋭く追求した。さらに政党も、良寛主義に走ればそれは単なる途当に過ぎないと、当時の政治には、 批判的であり、松方正義、大熊重信、山形有とも、伊藤博文からの入閣の誘いをすべて断っている。厚まの外交政策は、中国、当時は清を重視したものであった。特に日清戦争後に、積極的に中国をめぐる国際問題に関わっていく。明治26年、1893年に、 東方教会の副会頭に就任。日清戦争後、西欧列強が中国分割の動きを激しくしていく中で危機感を抱く。明治31年、1898年1月に雑誌、太陽第四巻第一号に載せた、論文同人種同盟不死な問題の研究の必要で、最後の運命は黄色人種と白色人種の競争にして、この競争のもとには、 シナ人も日本人も共に白色人種の旧敵として認められる位置に畳むと日本と中国は同同志と主張して同年に同文会を設立したが同文会はアジア主義のソたる、講和会やアジア主義の巨頭である犬飼武士の党和会、さらに東方教会と前輪協会の一部などを吸収して東和同文会となりマロは同会の会長に就任する。 各て民間諸団体を休合し、国家主義、アジア主義大同団結運動を企み、皇位との会談では、アジア門老主義を主張した。東亜道文会は、アジア主義的色彩の強い立場に立脚し、中国、朝鮮の保護と日本の権益保護のため、外務省、軍部と密接に提携しながら、明治三十三年、1900年に、南京道文書院、後の東亜道文書院、 その後進愛知大学を設立するなどを対中政治、文化活動の推進を図っていく。また、政庁内で強い権力を持つ地方長官の劉公一、両好総督や長のホラ、古郊総督などにも独自に接近、日清の連携を持ちかけた。そうした中で、同年6月、中国の河北や満州、現在の中国東北部を中心に、義和団の乱が勃発。 これに乗じたロシアが満州を占領下に置いた。これに強い危機感を抱いた厚まは、元老の伊藤や山形らにロシアに対して強硬な姿勢を取るよう持ちかけたが一周された。そこで厚まは、犬飼、東山光、陸勝南、中井町民ら同士を急合して9月に国民名会を結成し、日本政府に対する批判をますます強めた。さらに長岡吉に書簡を託し、 満州を列国に解放することで領土の保全を図る、よう、劉根一や蝶のほらに働きかけた。蝶が特にこれに大きく触発され、劉と共に、この、集まろうの案、根ズ始めなどが、ゴーストライターとして考えられるが、を、真の中央に上層し、採用を求めている。この時は却下されたものの、満州解放案はその後遠征外も採用し、 日露戦争後にはむしろ権益独占を図る日本に対する障害となった。また、明治三十六年には、現用者の東山と、平岡光太郎や国流会の内田良平もなお、連ねる、大路同士会を結成。貴族院議長を辞任、数密顧問官に任命された、富津博虎の七博士県書にも関与していた。 小川平吉と東山らが厚丸を主犯にした内閣を作ろうとした中、明治37年、1904年1月1日に42歳の若さで死去した万40歳没。中国に渡航した際に感染した伝染病、悪知の未行税、放線菌症が原因であった。この池の母大寺である大徳寺、京都市北区に葬られた。厚丸の死後、 多額の借罪があり、東山や岩木良造ら国民同盟会のメンバーが再建者を退散させたこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。